日の狭間で静寂が宇宙を滅ぼす歪みを生み出す無臭だらけの制約が変える世界ものとも描いた夢に近づいてるかい君が決めたその限界をぶち壊せ自由をその手に勝利を約束しよう心の叫び解き放って逃げるな年も痩せスーパードラゴンボールヒーロー掴み取ろうぜ自由を スーパーサイヤ人ロゼ VS 身勝手の極意惑星激震の大決闘俺の未来は冬から聞いた。この体には限界が来ると。では貴様は禅王に消される前の時間から来たんだな。故に時を超え歴史を渡り、俺はそれぞれの孫悟空と戦うことでこの体を馴染ませていったんだ。戦いで100人目、今や完全にこの体は我がものとなった。その力まだ使いこなせてはいないようだ。故郷と共に滅びるがいい。サイヤ人何？あ、この熱気は！お前がまだ強くなるというのなら俺もまだ進化できる。なぜならこの俺も孫悟空だからな。
生き延びてみろ。 孫悟空。 あの野郎。カンバ、お前にはまだ俺の理想に協力してもらうからな。 星の終わりはいつの世も美しい。無様だな孫悟空。セル、貴様なぜ。 またか。 待て。 そいつと同じだ。なるほど、君も魔人の協力者というわけだ。死者が地獄から一時這い出てきたに過ぎない。俺たちを助けたのはなぜだ。やるってんなら、まあそう焦るな。 俺の話を聞け。どうなってんだ。わあ、危なかった。 セルに助けられるなんて思ってもみなかったぞ。それにしてもブラックのやつ一体何を企んでんだ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ北斗の戦士VS悟空ブラック、明らかになる闇の企み、絶対見てくれよな。